皆さんこんにちは。レック専任講師の伊藤です。今日は CFP のガイダンスになりますね。 FP 資格の最高峰 CFP の魅力と将来性ということで、これからですね CFP のガイダンス進めていきたいと思います。2019年の11月の試験、ここに向けてですねこれから勉強を始めていこうという方が多くいらっしゃると思います。あるいは CFP の試験というのは科目別で合格をすることもできますので、すでにですねもう受験を終えて何科目か合格した、あと次の科目に向けて、そして6科目の合格に向けてこれから勉強を進めていこうという方もいらっしゃると思います。今回のガイダンスはですね、その中でこの CFP 試験がどのようなものであるか、そして合格するためにはどのようなポイントが必要であるか、このあたりにですね絞りまして、初めて受験する方にも分かりやすくこの CFP のガイダンス、そして講座の内容、試験の概要などについてお話をしていきたいと思います。まずですね、この今回のタイトルがつきました、CFP のこの簡単なレジュメがありますので、ちょっとそこをですね最初見ていきましょう。まず1ページ目のところですね、最初に出てくるところ、タイトルが載っているところですけれども、そのタイトル、少し下のところを見ていただきますと、まず FP の資格制度の一覧表が載っています。FP の資格制度、ちょっと簡単におさらいしておきますけれども、民間資格としての CFP と AFP、それから国家資格としての1級、2級、3級 FP 技能士というのがありますね。で、この民間資格というのは NPO 法人日本 FP 協会がこの資格の認定機関になっているということです。今回のこの CFP の試験、これを受験をするためにはその受験の要件として、まず一つ、AFP の認定者であるということが必要になるんですね。なのでこの AFP の認定者になっておくということを必要になります。この AFP 認定者、これじゃあどうやって、すでにこれ認定者になっている方にとってはもうそこは、通過しているわけなんですけれども、これから CFP の受験をするにあたって AFP の認定者になるにはどうしようかということ、これちょっと簡単に触れておきますね。まず必要なことは2級の FP 試験に合格すること、これがまず必要になります。2級に合格をすると同時に AFP の認定を受けるということになるんです。2級の合格とともにですね、すでに AFP 認定も終えたという方にとってはもうそこも終了ということになるんですが、国家資格の2級にだけ合格をしていて、そしてまだ AFP の認定を受けていないという方は認定研修というものを受けなくてはいけないんですね。これ認定研修というのは決して試験があるわけではありません。講座の中にですね、カリキュラムとして含まれている提案書、この提案書の作成と提出、そしてそれに合格をすると、あとは FP 協会への手続き、これをすることによって AFP 認定者になることができます。この提案書の終了合格ということ、これを行って認定を受けておかないと AFP の認定者になることができませんので、まずこれが1点目ですね。この資格制度の中では気をつけておいてください。スケジュールについてはちょっと次のページのところでもお話をしていきますので、まず AFP 認定者が CFP 試験の受験資格を持つということですね。これを覚えておきましょう。その下に更新というところが出てきました。2年ごとの更新が必要。すでに AFP の認定者になっている方にとっては、この資格更新ということもですね、すでに知ってらっしゃる方多いと思いますけれども、AFP 認定者の間は2年間で15単位、これを認定資格取得する更新のためにですね、単位を取得することが必要になります。CFP になりますと2年間で30単位、これを取得して、そして単位の更新をすることができると、こうなっていきますね。この資格更新のための単位を取得するというのも、継続的な学習をするという意味では、この AFP あるいは CFP という資格がですね、よりこの FP の中でも優位性のある資格ではないかということが言われているところです。でもちろんですね、1級 FP 技能士上級資格としてあります。2級の合格者や一定期間の実務経験があると1級の受験資格を有するということになって、1級とそれから CFP というですね、FP の資格には上級と呼ばれるものが、大きくは2種類あると、このように考えていいですね。この CFP と1級の関連というところについても、この後資料の中では少し見ていきたいと思います。
次にその下のところにはですね、その CFP 資格の、まあ、会員の数と、まあ、ずっとですね、数年にわたって、会員数が増えていく中で CFP の認定者というのも着実に増えているという現状がですね、ここにもあります。 AFP 認定者から CFP 認定者ということで、まあ、比率でいきますと非常に少なくなるんですけれども、やはり近年ですね、この FP 資格認知度が高まるにつれて、やはり上級の資格、まあ、これを有するということでより優位に立つということにもなると思いますし、やはりその信頼性を高めていくという意味では、より上級資格にですね、早い機会に目指す、そして合格をするということを進んでいっていただきたいと思います。資料の2ページの方へ行きましょう。ここで試験のスケジュールなどが出てきます。ちょっと細かなですね、内容についてこの資料の2ページのところで見ていきましょう。まず試験の概要です。試験日書いてありますね。2019年の11月の試験は2019年の11月の10日、それから11月の17日、この2日間にわたって行われます。 CFP 試験は毎年6月と11月に試験が行われますので、その第2、第3の日曜日、まあ、ここということで、まあ、ほぼ固定されているスケジュールと言ってもいいですね。そしてもう一つ固定されているものが、ここに出てきたこの科目ですね。科目別の試験を受けていきますから、第1日目、金融、不動産、ライフ、この3科目が第1日目に、つまり11月10日に行われます。第2日目、リスクとタックスと相続と、この3科目ですね。試験時間はそれぞれ120分、そして4試択一の問題になります。4択問題ですね。マークシートで回答する試験なんですが、1科目出題は50問ですね。50問が出題されます。50問の出題に対して、まあ、2時間で回答する、4択の試験問題であると。まあ、このように、まず概要としては掴んでいただいていいですね。でこの概要、まあ、スケジュールですね、この感覚が出てきましたので、ちょっとそのスケジュール感をお話しておきたいと思うんですが、この11月の試験を受験をするためには、まず受験の申請ですね。この受験の申請はちょっとこの右の上のところに書いておきます。9月の4日から10月の3日まで、これは日本 FP 協会に対してインターネットでの受験申請をする期間です。インターネットではない形式ですと、もう少し早めにこの期限が終わりますので気をつけていただきたい。もちろん FP 協会のホームページには具体的に注意事項などが書いてあります。最も遅くても10月3日までには試験の出願をしなくてはならないということになっていますね。試験の出願は9月4日から始まるということです。でこれとですね、もう一つ関係することとして、先ほど前のページでもお話をしたこの AFP の認定者であることというところがありました。この AFP の認定者になっておくためにはということなんですが、遅くともですね、9月の20日までに日本 FP 協会に対して9月の20日までに AFP 認定者となるための申請をしておかなくてはいけないですね。でこれもインターネットでの申請ですから、この9月の20日までには完了するというようにですね、まず手続きを進め、そしてここで完了すると10月の3日までの間に CFP 試験の出願ができるということになります。なので AFP の認定がまだ終わっていないという方は、先にこの期限があるということを覚えておきましょう。そのためには、認定研修ですね、提案書の作成、提出、合格、これを行わなくてはいけないタイミングがあります。その上で全ての方にとっては10月の3日までに11月の試験の出願をするということになっていきます。この出願をする、まあ、つまり受験をするにあたってですね、では最初に何を考えていかなくてはいけないかということなんですが、これから初めて CFP の試験を受験するという方にとっては、もちろん6科目を合格することによって CFP の合格者ということになっていきますから、最終的にはこの6科目の合格を目指すということにはなるんですが、6科目をじゃあ今回の11月の試験で全てまとめて受験をしようか、あるいは科目別にしようか、まあ、このあたりをですね、まず最初に考えていかなくてはいけないですね。でこれも昨年の2018年というところでの結果でちょっとお話をしておきますと、2018年の11月の試験、まあ、この時にですね、6科目全科目一括で受験した人は169名なんですね。
その169名の 人が6科目一括で受験をし、そしてそのうちの12名です、12名が6科目を全て合格しました。これ比率でいうと 7.1% なんですね。なので、まあ、ここで 7.1% というその合格率が試験の合格率としては非常に低い、つまり難易度が高い試験だということが言えます。 CFP 試験が仮に6科目を全て同時に受験して、そして同時に合格しなくてはいけないということになると、その試験は合格率が 7.1% の試験であると、こんなことも言えると思うんですね。ところがご存知の通り CFP 試験というのは科目別に受験をすることができるということになっていますね。なので第1日目どれとどれを受けようか、第2日目はどれを受けようか、これを選択していくことができます。当然その科目に合格をすればそれ以外の科目は次回の試験で受験して合格をするということで、スケジュールを組んでいくことができるんですね。でこのようにスケジュールを組んでいくということを考えますと、受験者は1科目あたりおよそ2000名から2500名程度なんですね。2000名から2500名程度ということになって、そしてこれ簡単にちょっと算出をしてみますと、1人当たりのですね、出願している科目数は平均すると2科目程度なんです。6科目のこれから受験をするにあたって2科目あるいは3科目、これぐらいを選んで受験をして、そしてその2科目あるいは3科目に合格をして、そして次のチャンスで残りの2科目3科目合格していこうと、このように計画を立てている方が計算上比率は一番高いんですね。なのでこれ今見ていただいているこの科目の並びの中で、やはり2科目か3科目受験するということを仮にスタンダードだと考えれば、じゃあどの科目を自分は選ぼうかと、こんなことを考えるのも最初のですね、ポイントになるかもしれないですね。そして科目を選んでいって、そしてその科目の学習を始めていく、このような順番になると思います。もちろんですね、違ったやり方としては、とりあえず当然6科目には関連性があるわけですから、6科目の勉強については全部スタートを切る。で、スタートを切っていきながら試験が近づいていく中で、今ちょっと最初にお話したようにこの出願の時期が近づいてくる中で、じゃあどの科目を受験するか。勉強はスタートしたけれども、受験しない科目は次の回に回そうかという方法もあると思います。なので勉強のスタートは一斉に6科目スタートするけれどもという方法もありますし、もちろん今申し上げたように最初から受験をする科目を選択をして、そして合格を目指していくか、その時は2科目か3科目になるかということが一応データ上は平均として出てきているわけですね。このように1科目ずつ受験そして合格をすることが認められているので、それをですねある意味こう有利に使っていくということも必要かもしれません。合格をした科目についてはそれはもうある種期限がなくキープすることができますので、仮に残りの科目の合格までにしばらく時間がかかってしまっても、もう一度合格した科目はそのまま合格を認められて、あとは残りの科目の合格を積み上げていくということができるわけですね。で、この科目別ということに対して、ではその合格率見ていきましょう。先ほどですね、一括で6科目出願した人の合格率は 7.1% であったということをお話しましたが、ここに出てきた表というのは科目別の合格率です。およそ 30%、30% 台の後半と言ってもいいですかね、 35% から 40% の間ぐらいのところで科目別に合格率というのが過去出てきています。過去2回の試験の、これは2018年の2回の試験の合格率というものがここに出てきています。これより遡っていってもですね、合格率はだいたい 30% から 35%、 高い場合には 40% 弱というケースも出てくると思います。このように科目別の受験をすることによって合格率はぐっと上がっていきます。 30% 台までいくわけですね。ということになると、やはり科目別の受験というのが最終的にはその分割して受けたことによって2年かかってもあるいは1年半かかってもその方がスムースに6科目の合格につながっていくというケースもあるかもしれないですね。
そしてこの表の中でもう一つ言えるのが、ここに合格基準として数字を書いてあります。29あるいは28という数字を書いてあります。これがですね、合格をするために必要であった正解すべき問題の数なんですね。なので50問、1科目50問の試験であります。その1科目50問の試験に対して、例えば2018年11月試験の金融では29問以上正解をすると合格であったと、こういう試験になっていたわけですね。この29であったり28であったりというところで科目によって若干のズレはあります。それから2018年の6月の試験であれば、例えば相続であると33問以上正解すると合格であったというようになっていますね。これが最もこの表の中では高い数字になっているんですけれども、このように合格の基準というのは必ずしも一定ではありません。試験の回、それから試験の科目、これによって合格基準というのは若干の前後があります。ただ平均値で考えると、やはり30という数字がここで見えてくるかもしれないですね。30というのは50問の出題に対して30問ですから、基準でいうと6割にあたります。6割基準というのは2級の試験でも同様だったと思います。2級 FP 試験は最初から合格基準は6割であるということが明らかになっていて、そして6割以上得点すれば全ての人が合格だという基準ですね。それとこの CFP の試験というのも大きな差異というものはありません。なのでこの6割、ただしちょうど6割というとこのように33というような数値の場合もありますから、必ずしもちょうど6割とは言えませんが、一定の基準として6割という基準を突破できるように、まずどん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 仕上げていくということ、これが合格に十分つながっていくところだということ、言えることが実績からも見えていくと思いますね。ではこの約6割、これを取っていくためにはということ、このあたりの科目別のポイントもまた後ほどお話もしていきたいと思います。次にその資料の順番に見ていきたいと思いますので、一番下のところに CFP 資格と1級 FP 技能士の関係という表があります。これは FP 資格の全体について、3級検定のところから全体について書いてありますが、今回はちょっとこの表の右の方だけ見ておきましょう。一番右のところに上の段 CFP 認定者というものがあります。そして下の段に1級 FP 技能士がありますね。この2つが上級資格でありますということは先ほどもお話をしてきました。そして CFP 認定者になるためには、ちょっと遡りますが、 AFP の認定者になったものが CFP の資格審査試験を受験し、そして6科目の合格をして CFP 認定者と、こうつながっていくんですね。じゃあ1級はというと、2級に合格したものが1級の学科試験を合格し、1級の実技試験を合格し、そして1級技能士、こういう流れになってます。それぞれまっすぐ横に矢印を並べるとこういう流れなんですね。ただここで CFP の試験から1級の実技というところに縦に矢印が一つ下がっているものがあると思います。これ何を表しているかというと、一番下に一言、コメント書いてありますが、CFP の認定者になるもの、正確に言うと CFP の6科目合格者でいいわけなんですが、6科目を合格をすると1級の学科試験、これが免除になるんです。免除になるということで、この表では学科試験ではなくて資格審査試験の下に実技試験が来てるんですね。そして6科目合格したものが実技だけ合格をすると1級の技能士になるということです。同時にCFP の試験の6科目は合格しているわけですから、 CFP の認定者にもなり、さらに1級の技能士にもなり、その際 CFP を経由してくる方法であれば1級の学科試験は免除になると、こういう仕組みがあります。なので最終的には1級の合格者、1級技能士になるという目標を持っている方にとっても、この CFP 試験の科目別受験をし、そして1級の学科を免除するという方法をですね、これも一つの合格への早道、近道としては考えてもいいかもしれません。というのは、この1級の学科試験というのは、これは2級までがそうであったように6科目すべてについての学科試験を合格しなくてはいけないんですね。つまり CFP でいうところの6科目すべてを同時に受験する
というような勉強をこの一級の学科試験のためにしていかなくてはいけないかもしれません。でそれが、まあ、はっきり言えることはこの一級の学科試験というのは合格率は 10% 程度なんです。場合によっては 10% を下回る時もあるんですね。 10% 下回るっていうのは先ほどの CFP の試験の6科目を一括に出願して合格率が 7.1% であったということとおおむね違いがなくなってきます。なのでやはりこの上級の試験を6科目一括で合格するのがどれだけ大変かということがそのあたりでも気づいていただけるかもしれないですね。そこで一級の技能士への合格ということを目指す場合の一つの方法論として科目別に受験のできる CFP、 ここから学科の免除を経て実技の合格のみで一級の合格にもつなげていくということ、まあ、これも考えていいかもしれないですね。このようにですね、まずはその CFP 試験概要、まあ、スケジュールから始めて、そして合格の基準などについてもちょっと見てきました。まあ、ここでですね、今強調してもお話していたことというのは、この CFP 試験というのが科目別に受験をできるので、その、方法をですね、得策として考えていくべきところではないかと思います。ではその科目別にじゃあ受験をするということになったときに、その科目の選択、まあ、どの科目を選択していけばよいのか、2つ科目を選ぶとすればどれとどれにすればよいのか、まあ、このあたりもですねちょっと考えていかないと勉強のスタートが切れないということになると思いますが、そんなことがですねちょっと資料の次のページにも書いてありますので、ちょっとそこまず見ていきましょう。資料の3ページ目のところですね、効果的な科目を考えた学習方法ということがここでちょっと簡単な図があります。重複事項に留意するの科目選択、重複科目の多い科目から広げるということが書いてあるんですけども、この中でですねキーワードになると私考えていることはこの得意な分野ということ、ここがですね非常にやっぱり強みに考えておかなくてはいけないと思います。6科目あります。でそれが重複事項があるないということに考えれば、当然これは重複事項は少なからず出てくると思いますね。その科目の組み合わせによっては非常に重複事項が多い場合と、まあ、そうでない場合ということはもちろんあるかもしれません。ただ当然相互関係があっての FP の試験ですから、科目ごとに全くそれが相互関係がないというはずはないですね。そしたら科目間の重複事項についてはどれを選んでも結果が一緒と考えたとき、じゃあその次の考え方として6科目ある中の得意分野、ここからですねもうどんどん合格を積み上げていってしまうということを一つの方法として言えると思うんですね。でここでどこの科目が得意なのかどうかっていうことなんですけれども、やはり2級までの試験のこの FP と試験としての勉強をしてくる中で、この科目はどうだった、この科目はちょっと苦手だった、いろんなその経験があると思います。それも少し思い出していただいて、そしてやはりこの科目は得意だったから2級の試験では非常に得点が取りやすかったというところがあると、その分野から今度は科目選択をして徹底的に勉強して、そして先にそれを受験する、合格をする、こういう方法を一つ考えてもらってもいいと思いますね。なので得意分野で、もう一つはやはり CFP の受験を目指す方、合格を目指す方というのはその実務的な部分のつながりもあると思います。つまり日常の仕事などの中で関わりがあるところ、ここをやはり優先的に受験をするという必要もありますね。これは他の資格を持っているということにもつながると思います。例えば一番顕著な例としては不動産に関する実務を日常行っていて、そして宅建の試験は合格するしている、宅建してあるということになると、やはりその知識の重複部分というのは多く出てくると思いますし、日常の業務の中でも関わってる内容ですから、やはり選択する科目は不動産運用設計になってくる可能性があります。でその上でじゃあ科目を2つ選ぶということになれば、次に組み合わせるものとして例えばそれが相続であるのか、あるいはライフプランであるのかというようなことでも組み合わせを考えていくわけですね。こうやって得意なところ、あるいは実務との兼ね合いの強いところ、そして他の資格を保有しているところとの共通点、こういうこともですね科目選択の一つの、
方法として考えていっていいと思いますね。そしてもう一つ、この科目選択の際に考えておいても良いことが、もう一度前のページに戻りますが、このスケジュールの中でどのように組み立てるかということなんですね。第1日目の1科目目の金融資産運用設計が9時30分から試験が始まります。9時30分から試験が始まって2時間の試験時間があって、そして1時間の休憩を挟んで次の科目ということに進んでいくんですね。なので例えば3科目を選ぼうとしたときに、1つの日付の中で3つ連続して受けるというのは、朝の9時半から夕方、5時半になると思うんですけれども、までもう2時間の試験を3回、つまり回答時間にしたら延べ6時間回答していくことになりますね。このその試験当日の、いわゆるハードさ、これも果たしてどうだろうかということは、科目選択の際に少し考えてみてもいいかもしれません。なので2つの科目を選択して受験をしようと考えていたら、1日目で1つ、2日目で1つ、こういう方法もあると思います。3科目を選ぶとすれば、どちらかの日が2科目になりますけど、その時例えば1科目目と3科目目を組み合わせて、リスクとそれから相続を選択しようかとか、そして1日目は不動産を選択するか、こうやっていろんな切り口からその試験当日、それからご自身の現在のその知識、いろいろな情報を持ってこの科目選択をするというのが CFP 試験非常に重要になると思うんですね。そしてこの科目選択できることを優位に考えて、合格をスムースに次の試験も含めて6科目合格につなげていくということを、初めて CFP 試験を受ける方にとってはまず最初に考えていただきたいところなんですね。もう一度3ページの方に戻りますけれども、科目の相互関係の次のところに、今度効率的な勉強ということで少し細かなところを書いていますね。正確、安全ライン、合格安全ラインというのは、ここは35問程度としています。先ほど前のページの表でも見ていただいた通り、およそ6割の基準とはいうものの、やはり30数問正解しないと合格ができないという時も、その科目もありました。そこで各科目35問程度正解できるように仕上げていくということが一つのターゲットになると思います。で、この35問を取っていくためということのですね、少し各論細かいことになるんですけれども、この50問という試験問題が CFP の試験だからといって、全てが急に難易度が高い試験になるわけではないんですね。ここで何を知っておいていただきたいかというと、まず2級までの FP 試験の際勉強してきたこと、これが当然ながら基礎になります。土台になります。だから2級までの試験で覚えたこと、ちょっとでも忘れてしまっていたり、あるいは自信がないことがあったらば、そこの復習ということもまずやってほしいんですね。そして50問の中でその2級の復習をすることによって正解できる問題というものも当然含まれています。何問程度ということをですね、これ区分することは非常に難しいですけども、この50問の中で2割程度、10問ということになりますけれども、10問程度は2級までの学習をしたことによって、その知識で解いていくことのできる問題というものも含まれているんですね。なので2級まで勉強してきたことをおろそかにせず、まずちょっと自信がないところがあれば、そこは復習をしておいて、CFP の勉強をしていくための基礎、これを着実に補っておくことが必要だと思います。そして一方で、そのような基礎を固めると同時に、では今度は35問を正解するためには、場合によっては難易度が高い問題があったときには、そこを無理やり掘り下げて勉強時間をですね、あまりそこに注力しないということが必要かもしれないですね。どの問題が難易度が高くて、そしてどの問題であれば2級の知識レベル基礎固めで解けるかということで、重要になってくるのはやはり過去問題だと思います。過去問題を入手して、そしてその問題が現時点でどれぐらいまで解いていくことができるか、これを一つのバロメーターにしていただきたいんですね。で、仮にこれから CFP の学習を始めるという時のその前に、本試験の過去問題を解いてみて、そこで2級のレベルでの回答正解、
これを取れる問題があればもう基礎固めはできていると考えていいと思います。これで10問程度の正解は取れたというふうに考えてもいいと思います。一方で過去問題やっていく中で明らかに時間が非常にかかりそうな問題であったりとか、極端に難易度が高そうな問題とかいうものが含まれていたら、それはあまり勉強する際にも今後の出題はないというふうに想定をしてもいいと思います。35問程度ということは、仮に回答できない問題があっても合格には支障がないということなんですね。なので本試験の際にも時間が非常に長くかからないと1問が回答できない問題であったりとか、あるいはあまり学習をしてこなかった難易度が高い問題、今までに過去に出ていない論点があれば、そこは本試験の際にも除いて次の問題できちっと正解をするという見極めをしていくことも必要だと思います。その上でそれがはっきり言えるのは、35問程度を正解することが過去の合格基準から見てもそれは合格ラインに突破してるんだということから言えるわけですね。2点目のところは、実務の項目と試験の項目との違い、これはちょっと気をつけていただきたいところですね。先ほどもその実務で関わっている科目が当然得意科目になるはずだということをお話したんですが、あまり実務寄りになってしまっているとその試験問題とのそのズレということで、知識は知っているけれども回答方法がわからないということにならないようにしなくてはいけないと思います。それから3点目は改正点ですね。2019年の11月の試験の法令基準日は2019年4月1日になります。なのでこの日現在で施行されている法律について、これを法令基準日としてしているわけですから、出題の範囲ということにもちろんなってきます。例えば税制で考えれば、2019年平成31年度ですね、平成31年度の税制改正の内容というものは、これは法令基準日の中に入ってくることで試験の出題範囲だということになります。ただここもですね、あまり深く掘り下げなくても良いかもしれません。例えば2019年の4月現在での平成31年改正であっても、それが法律は施行されたけれども実際に適用されるのはまだ来年、つまり2020年からというものも当然あると思います。極論すれば平成30年の改正であってもそれが適用されるのはその段階ではなくて2年後からというケースもあるんですね。で実際に問題を見てみると、その試験の日、ここを基準にして設令が作られているケースがほとんどです。つまり今回の2019年の11月試験であれば、2019年の段階での設令というものになるんですね。となると2020年から新たに適用される税制などがほとんど含まれていないというケースもあります。ですから法令基準日は、これは重要なことなんですけれども、実際にここも過去問題で、どの年の11月の試験はどの年の内容が設令になっているかということをですね、少しこう整理してみると、あまり改正点を先走って覚えてしまうことよりも、2019年、今回の場合はですね、2019年で適用されている内容の方をしっかり覚えておいた方が、実際の問題への対応ということがやりやすい、つまりできるということにもなると思います。まあ、総じて言えることはその次にも書きましたが、やはり過去問の中で非常に頻繁に出題されているポイントとそうでないポイント、そこもですね、住み分けをしておいて、そしてその品質事項がどこにあるかということをですね、まず見極めておくということも大切になると思います。その次のところに、今度講座についてということで、その講座のポイントになるところをちょっと列記してあります。レックのですね、この CFP 試験のための講座というのは大きく3つの柱からなっています。1つ目が受験対策講座、2つ目が実践演習講座、そして3つ目が CFP の公開模擬試験と、こう3つに大きく構成されていますね。で、この試験の、ごめんなさい、講座のですね、詳しい内容についてはちょっと画面を切り替えますけれども、このようなパンフレットですね、 CFP 試験のパンフレットがありますので、このパンフレットについても入手していただいて、そして中をですね、よく見ていただきますと、いろいろな情報が載っています。なのでこのパンフレットからの情報収集もぜひしていただきたいなと思います。でもちろんパンフレット、なかなか入手難しいという方にとってはホームページで
このパンフレットに載っていることと非常に多く重複する内容でホームページを見ていくこともできますので、ホームページもぜひ活用いただいて、ちょっと今パンフレットありますので、その講座について少しパンフレットの中身で紹介させていただきたいと思います。今お話をしていたその受験対策講座というものなんですね。パンフレット手元にある方はパンフレットの6ページのところになるんですけれども、受験対策講座についてはこれはインプットの講座になります。インプットですからテキストをですね使って、そしてその知識をどん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 高めていく、いう講座で、この CFP の受験対策講座というものがあります。各科目ですね、4回の講座になって 1回が3時間ですから、1科目あたり講義時間としては12時間ということになりますね。でこの12時間についてはこれは通信の場合と通学の場合と両方講座としては準備されています。そこに、テキスト、ちょっと簡単な表紙の見本が載っていますけれども、こういう形でですね、テキストですね準備されています。科目別に、こういう形でテキストがありますので、この科目別のテキストを使ってこのインプットの講座を進めていくということになりますね。テキストの分量としてはだいたい150ページ程度の、1科目150ページ程度のテキストになりますので、これで4回の講義でのインプットをまずするというもの、これが受験対策講座というものになります。そして2番目の講座としては、構成としてはですね、今度は CFP の実践演習講座になりますね。これがアウトプットの講座と言ってもいいと思います。アウトプットですから当然問題演習ということになっていきます。この実践演習講座は1科目2回です。そして1回の講義時間は3時間ですね。今回から長くなりますね。1回3時間になります。ですから1科目については6時間という講義時間になります。そしてここでですね、使用していく教材については大きく2つあります。1つは過去問題です。今回の2019年の11月の講座になった時にはその直前のですね、過去問題になりますので、2019年の6月の試験ですねの過去問題を使うということになります。いわゆる市販されているこの過去問題ですね。この過去問題の一番新しいやつ、2019年の6月の過去問題集を使ってこの実践演習講座を行っていくということになります。で、この過去問題だけということになりますと、やはり直前の問題ということの、対応になってしまうので、この実践演習講座ではもう一つ教材があって、それはですね、典型問題集という名前がついているんですが、過去問題をですね、編集する形で過去数年間の中でたびたび出題されている問題、それを選び出す形で問題集を再度作り上げてあるんですね。その再度編集した問題集を使ってこの実践演習講座、これを講義を進めていきます。ですから最新の過去問と、それから過去の品質論点を載せた編集した過去問と、この2つを使って講座を進めていきます。このインプットアウトプットというところでは、このように講座の構成としては大きく2つの講座で用意していますね。で、その後模擬試験ですね。模擬試験については当然ながら各科目1回ということでの模擬試験、本試験をシミュレーションする形での予想問題での模擬試験ということになっていきます。この模擬試験についてもやはり通信ですね、自己採点をするということでの模擬試験の受験ということもできていきますので、この模擬試験の活用ということも総仕上げとしては考えていただいたらいいと思います。そしてこの今の模擬試験までのこのインプットから始まるところを CFP のパックという形で、トータルでこれをですね、一括でも申し込むことができて、そして逐次準備ができ次第その講座の教材ということを進めていくということで、パックというものがあります。で、このパック以外のところで、そのちょっと下のところを写しておきますが、プレ CFP 対策講座というのが独立して設けられているんですね。これも6科目で1回です。各科目1回、そして 2.5 時間、2時間半ですね。で、これはどういう内容かというと、まずここで使用している教材は2級での教材です。最初に今ガイダンスの最初のところでもお話をしたように、やはり2級までの知識、これの基礎、これをですね、しっかり押さえておいた上で、新たに CFP の対策講座に進んでいくことが重要になるかもしれません。なので、仮に苦手な科目がある、2級の合格からだいぶ時間が経ってしまっている、
このような時にはこのプレ CFP 対策講座を使ってですね、2級の総復習をしてみて、それから CFP の受験対策講座へ進んでいくという方法も勉強の方法としてはあると思います。このように今現在 CFP の受験にあたってどのような位置に立っているかということによって、どの講座を勉強するかということにもなっていくと思います。そしてもう一つ言えるのは、この実践演習講座、過去問題集については直近です。ただ典型問題集では何回かの編集された論点をまとめています。それ以外にもですね、この過去問というものはこれ市販されている問題集ですから、この CFP 試験の合格というのはやはり過去問題の十分な分析、ここが必要になってくるケースが多いと思います。どこが品質論点であって、そしてどこが難易度が高いから自分にとっては除いて対応すればよいか、どこがもう2級範囲であるような割と解きやすい問題だから確実に得点を取るか、この見極めをするというのは過去数回、まあ、2回から3回程度の過去問ということでの対応をすることも重要になってくるのではないかと思います。このパンフレットについてはですね、他にも資料が載っていますが、最初に申し上げていた継続教育の単位というところもちょっとお話をしておきましょう。パンフレットのですね、17ページのところになります。ちょっと今画面の方には出しましたけれども、今お話をしてきたこの受験対策講座と実践演習講座については継続教育の単位、これが認められています。通信であっても受験対策講座1科目受講すると6単位ですね、単位としては。実践演習講座3単位になります。なのでこれを見てですね、1科目受講すると両方の講座でもうすでに9単位ということになりますね。ですから AFP 認定者の方にとってのこの2年間での15単位の取得、これについてはこの講座を受講するということでもその大部分がですね、単位の取得ということにもつながっていきますから、これも必要な場合にはぜひ活用もしていっていただきたいと思います。そして資料に戻りますけれども、資料の4ページ一番最後のところですね、まあ、CFP 資格を取る、まあ、合格者認定者ということになっての今後というところが、まあ、ここの最後のページのところに書いてあります。ビジネス上のですね、利点というのが多く出てくるということ、でそれとは別にですね、その下のところに、認定制度について書いてあります。これ10年ほど前から新しい認定制度ということになって現段階これが行われているんですけれども、エントリー研修というものの受講が必要になります。これは6科目に合格した後、日本 FP 協会からの集合研修を受けるということなんですね。なのでこの CFP に合格をした後、 CFP 認定者になっていくためにはこの認定エントリー研修、これの受講が必要です。これは1日を使っての集合研修ということになりますね。それから実務経験3年間です。この3年間というのは通算しての3年間ではなくて、ここにも書かれている通り合格前10年という範囲の中からもうすでにこの実務経験を持てばそれが一つ認められる内容ということになっています。ですからすでに AFP 認定者になっている方にとってはその AFP としての活動をですね、もうどんどん始めておくというのがこの実務経験にもつながっていきます。もちろん業務としてこの AFP 資格を生かしている方だけではなくて、何らかの形で FP 活動をするということ、これも非常に試験対策としても大切になってくると思いますから、最終的にはこの6科目合格した後のエントリー研修、そして実務経験、それのためには FP 活動ということを、さまざまなことをですね、進めていくということは大切になると思います。そしてこの実務経験はエントリー研修の際に申し出をすると、申請書の提出をするということが必要になっていきますから、できればその段階までのところで実務経験を行っておくということは必要になってくると思います。資料についてはこの4枚、4ページですね、まあ、簡単な内容ということでありましたけれども、各科目ですね、この各科目もどのようなところがその出題の論点の顕著な部分であるかということなども、日本 FP 協会などのホームページには細かく掲載されています。ですからまずその受験をする科目、これをですね決めることができたらば、ではその以前の試験はその科目ごとの要点はどこにあったのかということなども、まあ、今日のこのガイダンスでは時間の関係で一つ一つの科目の要点をお話しすることができませんが、その過去出題された内容を分析した
傾向などが日本 FP 協会のホームページにも載っていますので、そのあたりも確認をして、そして科目の選択の前でもいいと思いますし、科目の選択をした後どういう勉強をしていけばよいのかということは、そのあたりからも吸収していっていただければいいと思います。今このガイダンスを見ていただいているのが、どの時期であるか、いろいろな時期でこれを見ていただいている方がいると思います。もう間もなくですね、出願の始まる時期という方もいらっしゃると思います。できるだけ早い時期に学習をスタートをして、そして11月の試験、ここでの CFP 試験への合格と、そして6科目の合格ということに向けてですね、ぜひ頑張って進めていっていただきたいと思います。それでは2019年11月試験向け CFP 試験のガイダンスを終わります。